さあ本日なんですけども、グリリアホールさんが取材を受けてくださるということで、これなんで今回撮影することになったのかと言いますとですね、言葉を選ばずに言いますと、グリリアホール、これ開館以来ですね、まあ様々なネガティブな意見、感想、不満、不安といったものがネット上に数多く投稿されていまして、僕もそれ目にしたことありますし、グリリアホールで演劇に出るってなった時に、あ、今度グリリアホールでやるんだね、ぶっちゃけチケット取って大丈夫そう?みたいなことを聞かれたこともあります。そしてその聞いてきた方は、グリリアホールに一度も足を運んだことがない方がそうやって聞いてくる、こういうケースもあるわけですね。でもまあわかるというか、これだけたくさんのネガティブ情報が出てる中で、今のこのチケット代の高騰であったりとか、席ガチャなんて言いますけど、映画館みたいに座席指定システムでピンポイントでここって自分で席を選べないっていうのがなる中で、なかなかギャンブル的にちょっと見に行って試してみようかって、これ結構ハードル高いと思うんですよね。ただその一方で、グリリアホール、そういうお客様からの声を聞いて、何度か改修工事行われているというのも聞きます。どうしてもこのネット上の情報っていうのは時系列も、混在してますし、まあ、真偽不明の情報っていうのも混ざってくる、これどうなってんだ今っていうのがもう気になりまして、もうじゃあ2024年時点でホール側の方はどういうふうにこの現状を認識してらっしゃるのか聞いてみようということで、取材を申し込ませていただきました。今回この動画を撮ったところで、もちろん全ての方が満足、これはどうしても難しいと思いますし、全ての方が本当ハッピーになるように全部を回収する、これも難しいと思います。ですがこの動画を見て、あ、そういうことなのかと認識していただくというか、納得していただいて、じゃあチケット取ってみてもいいかな、まあ、あるいは今はチケット取るのちょっとやめておこうかな、これどちらでもいいと思うんですけども、まあ、そういうものの助けにこの動画がなったらいいんじゃないかなと思っております。ですので今回はですね、もうどうしてもホール側からの意見、受け止め、そして僕からの発信、これ一方的な発信にはどうしてもなってしまうと思いますので、これも決してどの意見が正しいとか、何かを論破しようとか、喧嘩しようみたいな、そういう意図の動画ではありませんので、その点だけご留意の上ご視聴いただければなと思います。前置きが長くなりましたが、それでは行ってみましょう。黒猫チャンネル。さあ本日なんですけども、東京建物グリリアホールに関して取材を受けてくださるということで、豊島区から剛さんと大曽根さんに来ていただきました。自己紹介の方お願いします。はい、私豊島区文化デザイン課長をしております大曽根と申します。このグリリアホールのですね、管理運営の担当をしております、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、施設整備担当部長をしております末吉と申します。私は建築技術の観点からこちら劇場の方に携わってまいりました。新築から、それから今回の改修ということで9年間ということになりますけれども、携わってきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回ですね、取材を受けてくださるということで、視聴者の方に質問とかご感想ご意見っていうのを募集しまして、本当にありがたいことでたくさんいただきまして、このグリリアホール、2019年に作られた、新しい劇場だと思うんですけども、なぜこれほど、多くの不満が出る結果になったというか、これどういうふうにその豊島区さんは受け止めてらっしゃるんだろうか。これまずこのホールの、この設立当初の目的が、多様な演目に対応できるホールというふうなものがあって、だから例えば伝統芸能とか、あとコンサートとか、そういったいろいろなものの演目に対応できるホールっていうものを目指して作ったものなんですね。はい、なので、もしかしたらその当方の仕様にマッチしないものが多くて、そういった不満がよく出てるのかなというふうに思ってます。なるほど。たくさんの関係者の方からアンケートをいただいて、ここはエリア的には1300席、西口にいった音楽ホールがあるから、ここはこういう演目で学校行事にも対応しよう、そういった演目の中で、新基本計画って立てて、それをもっと噛み砕いて要求推進書っていうのを設計にあたって作っていくものを作ってたと。まずはそれが、先ほど課長が言ってた多目的ホールっていうことから出発したっていうのがあります。多目的ホールってことは、いろんなジャンルというかバリエーションに対応するものが、しかも20世紀に作られた劇場が今世の中にいっぱいある中で、そのブラッシュアップしたものが作られてくるんじゃないかみたいなことをこう思っちゃうんですけど、なぜこうマッチしないものがたくさん出てくるって結果になったんですかね。
例えばオーケストラを目指すようなものだと残響時間が多分2秒、はい、サントリーホールなんかは 2秒をもっと超えるぐらいが必要だし、ただ単に落語みたいなものであれば残響時間が必要がない、うん、ここは本花道も使えますから、例えばそれが歌舞伎であったりすると相当舞台を下げる、それからオーケストラピットを使う、あるいは前舞台に使うってこともできますから、さまざまなところで対応しようとするといい塩梅の中間地点を目指すんですけれども、その中間地点を目指していくとどうしてもミュージカルに特化したもの、音の出はやっぱりここはもうちょっと欲しいよね。サイドラインについてもお客さんの層にもよりますから、ですのでそういった細かな点細かな点がやっぱりその多目的ホールと、まあ、今回9割以上が今ミュージカルで使われてますので、はい、そうするとそことのギャップっていうのが、まあ、出てきたっていうのがあるのかなというふうに思ってます。で僕もミュージカルの舞台に多く出演している俳優ではあるんですけど、っていうことはミュージカルの観客からはそういう意見が出ているけれども、他のミュージカルじゃない演目のお客様からは不満っていうものはあんま出てないっていうふうに受け止めてらっしゃる。そうですね、はい、じゃあ特にミュージカルっていうその作品に対して開館当時はそのフィット感が悪いっていう部分が多かったんじゃないかと、はい、そうです。なるほど。今回ですね、質問とかご意見を募集したところですね、まあ、大きく分けるといくつかに集約することができたんですけども、まずちょっと音響の問題に関してちょっとお伺いしていきたいんですけども、現在音響に関しては、まあ、僕も認識してるんですけど改修工事が行われて変化しているっていう部分があると思うんですけども、まあ、開館以来響きすぎるとかちょっとこもって聞こえる、で歌詞とかセリフが場所によって聞こえづらいっていうのは、まあ、これはずっと言われてきているなっていうのは僕も認識していて、なぜそういった問題が起きたと受け止めてらっしゃいますでしょうか。まず先ほども申し上げた通り多様な演目に対応するということで多目的ホールの想定をしていたんです、うん、でそういった関係でやっぱり残響時間も多少は残さなきゃいけない、うん、で実際開館してみるとやミュージカルっていうものの演目が、まあ、約、まあ、半数9割以上、はい、ありました。でそういった関係で、まあ、そこの残響時間 のちょっとところが課題となりました、うん、やっぱりそれがですね特に場所によって違うっていうのは大きいかなと思ってます。座る場所、そうですね、はい、で残響時間だけではなくて残響した場合にそのスピーカーから音が出てきます。それが跳ね返ってきてで聞こえてくると、で特に跳ね返ってした部分ではやっぱり聞こえづらいよね、二重に聞こえるよねっていうような音が声があったという声で、そういったお声に対して我々令和3年の11月から1ヶ月くらい SNS を950件を分析しました。どういう声をいただいているのか、男性なのか女性なのか、どの席で聞こえづらいのかで全部分析をした上で、今度はレセプの方にいただいている生のご意見とそれが一致しているのかどうかっていうのを分析しました。これもまあ重複するかもしれませんけども、多目的ホールっていうことでしたが、その使用用途などの関係でその改修工事以前の壁とかスピーカーの環境っていうのは多目的ホールとしてこのブリリアホールやっていくにはいろいろご意見いただいた上でこれがいいだろうっていうことで一応開館したってことなんですよね。はい、わかりました。でその上で、まあ、僕も経験あるんですけども、音響の問題がいろいろ言われて壁に結構この黒布を貼って対応している時期ってあったと思うんですよ。でこれっていうのはブリラホールさんがっていうことではなくて音響さんとかその制作会社の方がいろいろ工夫する中でってことだと思うんですけど、まあ、これ一定の効果はあったように思うんですけども、まあ、そのいうことが起きたというか実証についてどういうふうに受け止めてらっしゃったのかなと。そうですね、まあ、おっしゃる通り、その、まあ、黒目を保有主が貼る前から区としてもちょっとこう残響も残るとかいう課題は認識しておりました、うん、そういった残響音のをよりちょっと少なくするっていう、に向けてちょっと検討していきました。それはある意味もう9割以上、まあ、想定外だったのかもしれないですけど9割以上がミュージカルの声になったっていうことで、これだけニーズがミュージカルに偏っているのであればそちらに寄せた改修工事が必要なんじゃないかっていうことになってったみたいなんですか。そうですね、おっしゃる通り。なるほど。じゃあ多目的ホールだけども現状ちょっとミュージカル寄りになってるわけだから、ここにちょっとフィットしていかないといけないんじゃないかと、はい、あははは。実はさっき言った、まあ、黒い幕を
でやられてる演目もたくさんやられてる。それは結局反射を抑える吸音するためのものだっていうような認識をしてて、スタッフみんなで座ってどこが聞こえにくいのかっていうのを音を出して、でさらに黒い幕をみんなでよいしょよいしょよいしょって動かしながら、あでここだよねあそこだよねっていうのをちゃんとした機械でも測るんですけども、機械じゃダメだよねっていうことで、うん、みんなの耳で聞こうっていうことでやって、あ両方やったと、両方やって機械の測定もやったし、これは結構質問であったんです、そのちょっと先の質問ですけど、客席からの見え方とか聞こえ方って、ぶっちゃけ検証してんのみたいな、はい、どうやって検証してるんですか、っていう正直なご意見あったんですよね、だそれをやって皆さん、そうですね、でそれそれをやって音源が機械音だけだったんで、それじゃダメだと、やっぱり楽器を入れようって、楽器も協力して入れて音圧とかを変えながら、まあもちろんデシベルも変えながら全部測定をして、耳で聞こえるもの機械で聞こえるもの本当に合ってるかどうかっていうのを検証した上で、人って吸音しますので、要はお客さんいない状態でやってるわけなんですね。やっぱりそれだけじゃなくてお客さん入れてやろうっていう話になって、うん、各席で色分けしてシミュレーションをしたんですね。で、はい、どれくらいのやっぱそれが、まあ、ある程度 の、 その数量で定数量化しなきゃいけないということで、そこの色で分布の状態をまんべんなくした、で吸音される状態でどうなのかっていうのを検証した上で何通りかの設計案を出して、でそれでこれだよねっていうことで、まあ、進めていったっていうような検証経過は音響に関してはあります。でそういうのをいろいろ踏まえた上で、今、まあ、最新の改修工事を経て、まあ、僕も、今、ビリー・エリオットという作品で今本当にそこで稽古しているんですけども、もう会場入って前黒布の張ってた部分、壁の色は変わったな、吸音材が設置されているぞってことはもう入って一発で気づきましたが、そこでやっぱどういう変化というか、まあ、どういう効果が、まあ、あるとあったと受け止めてらっしゃいますか。音とか声とかを聞こえやすくなったっていう声はすごい聞きます、うんうん、やっぱその2階席とか1階で音の聞こえが、先ほどもおっしゃってましたけど、あのいろいろ違うっていうのは、これはもうどの劇場でも正直ある問題ではあるんですけども、それがやっぱブリリアホールちょっとこもって聞こえる部分と響く部分といろいろあるぞっていうのは、まあずっと言われてきた中で安定してきたみたいな部分っていうのはやっぱりある。吸音材を、はい、その改修工事したことによってやっぱ音が均一に聞こえるようになったっていうふうに意見を聞いてます、うん、なるほど、そういうふうに受け止めてらっしゃると。でこれはもう僕の個人的な主観ですけど、正直今までブリリアホールに、改修前、そして黒布張ってる時の公演も実際経験して、おちょっと変わった響きだぞっていうのは正直感じてた部分は、だけど今回その吸音材が貼られてちょっといろんな場所で聞いたりとかしたんですけど、まあ、明らかに聞こえやすくなったなっていう、ありがとうございます。これは僕の個人の、もう全部の席に座ったわけじゃないんでわからないですけども、まあ、それは一個あったかなというのがある上で、しかもやっぱ音の好みって難しいじゃないですか、うん、クリアな音が好きって人もいれば、やっぱりこうちょっとこもった重厚感あるふくよかな音が好きって方もいるから、まあ、一概に全ての方がね良くなったと感じるかどうかは分からないですけども、まあ、現状としてこういう改修工事があるよということだけはまあお伝えできるかなと思います。で次にですね、見え方の問題です。いただいたご意見としては、どの改修工事のどの時点で見られたかっていうのは分かりませんけども、まあ、1階のセンターブロックに座ってて前に高身長の方が座ってたわけじゃないのに舞台が見えなかったとか、見切れが他の劇場に比べて多いように感じるっていう意見がある一方で、まあ、ものすごくこのネガティブな意見があって覚悟していきましたと、そしたら、まあ、予想していたよりは見やすかったですっていう意見も、まあ、多数あって、やっぱこれも音と一緒で、まあ、僕のこれも感じたことですけど、座る位置によってギャップがある劇場なのかなっていうのは僕はまあそれを見て思ったんですけども、そうした上で2階と3階のサイドブロックは、僕が初めてブリリアホール訪れた時から座席の位置というか角度変更したなっていうふうに僕は思ったんですけど、これどういう問題があって、でどういった改修をして、でどういうそれによって効果があると感じていらっしゃいますか。はい、2階3階やっぱり見切れるところがあるので、まあ、改修工事としては2つやりました。1つ目が椅子の、数を減らした、座席の数を減らしたっていうところが1つと、あとは、舞台にこうよりこう方向向きを変えたっていう、そういった改修工事をして、舞台向きというか舞台のセンターの方向に向けてっていうことですかね、はい、という椅子の向きをちょっと変えたっていう改修工事をして、まあ、視認性がかなり良くなったというふうに思っています、うん、はい、
最初に作った時の経緯をお話ししますと、一石一石 CG でだいたい目線を1100くらいの高さで CG を作るんですね。ごめんなさい、その1100っていうのは床から1100ミリくらいの高さでこう舞台を見た時にどうするかっていうのは、まあこれは劇場作る時の教科書みたいなものがあるんですけども、いろんな方のご意見を伺ってその CG の結果で見て判断をしてきたっていうのがあります。しかしながら女性のお客さんは1100よりももっと下なんですね、視線が。その視線で見た時には見えにくいよねっていうのが1点、それからどうしてもその1点だけでセンターだけでこれ CG で見ますから、お客様はこうやって動くわけですよね、やっぱり。それ動いた時にどうなのか、前のお客様が大きい方が来た時にどうそこの視界が遮られるのか、これ生で見なきゃいけないよねっていうことで、我々スタッフが、私が前に座って後ろに女性が座って、それでどうなのかっていうのを何度も繰り返して、でさらに壁に行く側に従ってよく見ていただけると分かるんですけども、席を少し上げてるんですね、はい、背もたれを背の部分を少し上げたりなんかしてると、設計は設計であるんですけども、実際に現場行ってあと2ミリあと3ミリっていうようなことを繰り返しながらスタッフの皆さんと、まあ、やりながらそこにたどり着いていったっていう経緯は、今僕はもう率直に聞いて思ったのは、いや女性のお客さんってやっぱり多い、でそれだけ検証されたのに、なんで女性の方たくさん来るの想定してなかったの、っていうことを今思ったんですけど、それはやっぱりミュージカルが多いから、もうちょっとこう女性の視線っていうところに合わせないといけないかなっていうふうに回収してったっていうことなんですかね。今、2階3階のサイドブロックの質問しましたけども、その他に見え方の問題によって回収をした座席の箇所っていうのはありますか？はい、その他はですね、1階の、前4列をまっすぐに眺めたのを千鳥にこうして、はい、そういった回収をしました。ちょっとこう縦並びっていうところから少しずれて、はい、頭と頭の間に座席が来るようにってことですよね、はい。もしかしたらさっき質問いただいたセンターブロックに座ってて前に高身長の人いたわけじゃないけど見えなかったっていうのは、もしかしたら多少ドンかぶりの時よりは、はい、っていうことですよね、はい。そしてですね、これ見え方でもう一番多かった質問なんですけども、3階の手すり、感激の時にちょっともう邪魔ですと、これなんであるんですかと、この舞台に手すりがかぶって見える人、特に女性の方これ多いんじゃないかなと思うんですけど、これは純粋な疑問として、はい、はい、あの高さは実はその条例ギリギリの高さなんですね。これ条例っていうのはどういう条例なんですか？東京都のですね、安全条例っていうのがあって、はい、本当にギリギリのラインまで下げた状態での設置になってるんです。なるほど。その多分お客様の体感としては、え、他の劇場こんな高い手すり3階席にないよ、なんでブリリアホールだけっていうふうに今思われる方もいると思うんですけど、どうしても手すりが50センチ以上の高さがあった場合は手すりを75センチまで持ってこなきゃいけない。これは2000年以降の法律で条例に東京都の安全条例というのがあるんですけども、はい、ですので新しい劇場ほど手すりとかぶってしまうっていうのはおそらくどこの劇場でも問題があるのかなというふうに思ってしまいます。でこれはブリリアホールに限ったことではない、限ったことではないんじゃないかっていうふうに。で20世紀に作られた劇場はもうその法律がなかったから、まあ、それは、通路の幅を変えるとかはしなくてもいいというか。そうですね、本当に一言で言っちゃうと規制が厳しくなったっていうところですね。多くの声があるって多分認識していらっしゃると思うんですけど、そこはまあ条例アウトになっちゃまずいので、まあ、そういう声が、まあ、今回本当に一番多かった質問なんですよね。これで何かこう改善策とか対処みたいなものってあるんですか？いろいろ試行錯誤して、はい、どうすれば見え方が良くなるかっていうので、はい、こう考えた結果、はい、こう前のバーをこう前にこう持ってくる、こうグッとこう曲げて前に持ってくるっていうことをすると、こう目線の視界がこう多少こう広がるので、前に持ってくる、はい、前に持ってくるあ、バー自体を曲げる、バー自体を曲げて斜めに曲げるとここにあったものがこうなることで多少こう空間が空くんですね、そうすると視認性が広がって見やすくなる。でそれがもう3階席はバーに関しては全部施されているという、条例ギリギリのところっていうのはもう違反しちゃまずいけども、令和5年の12月の時点でその3階席のバーの改修は完了しているということですね、はい。ここからですね、見え方と聞こえ方を除く意見で、数多く寄せられたものです。で何か改善点とか、回収したところみたいなのがあれば、教えていただければなと思うんですけども、
これも多かったですね。座席の背もたれが垂直すぎる。長時間の観劇で背中が辛いと感じるんですけど、なぜこの設計の椅子を導入したんですか？これ何か意図があったんですか？そして合わせて1階、2階、3階で椅子の形状って異なるんですか？全部一緒の椅子なんですか？っていう質問なんですけども、どうでしょう？そうですね、私もこれ座席に座ってみて結構こうなんか背筋良くなったみたいな。そうなんです、僕も感じました。はい、ただ、まあ、そうするとやっぱり前にこう出てこうやっぱりこう視認性が良くなるんですよね。なるほど、視認性のためにそうして、スクラインを良くするためにそういう風なものを回収工事したっていう経緯があります。それはじゃあ先ほどのバーの問題とか、この高さの劇場で成立させるっていうためには、ルール上ここだ、それで視認性をっていう風になるとああいう席にしていくっていうしかないっていう部分もあるんですかね。そうですね、若干だから視認性を確保するために、まあ、他を犠牲したっていうわけじゃないですけど、そういった回収を行っていったと思います。なんかすごく正直な意見。結局安全性とそれから3階のお客様が来られた時に遅れて来られるお客様のやっぱりスペースっていうのは必要だよね、どうしても3階でそこで前に出るお客様がいらっしゃると、ベストな選択をしていくためにはやはりサイトラインを取るのが一番、そのためにはある程度そこでフィットしてもらう席がいいだろうということで、実はあそこもそうなんですけれども、場所によってはここ普通よりも25ミリあるいは45ミリ、はい、で端の方に行くに従ってかさ上げの度合いも違ってるんで、席によって色とかはパッと見一緒だけども、ちょっと見え方で工夫されてる、工夫してる、はい、ということです。そこはまあ、確かにストレスという部分があるものですから、座席はまあ摩耗していくものですから、まあ、そういったタイミングも合わせながらまたご意見を伺いながら少しでもこう進化する劇場で、まあ、あり続ける必要があるんだろうなというふうに思ってます。ぜひもうね、今こういうお話伺って全部の人の意見を伺って全部因果満足とかすぐに全部回収というのはそれはもう不可能だと思いますけど、そういうお言葉というか進化していくというか、そういうことを検討してらっしゃるというのはすごく僕として個人的に嬉しいなと。ちょっと今ずっと聞いてて思ったんですけど、バーの高さというか それを設置しないといけないこの高さの劇場にそもそもなったんですか？そのなんかさっきその犠牲にするって言ってましたけど、その要はバーがなければいけない、でそのバーをクリアするには座席を垂直にするしかいけない、じゃあなんでこのバーをここに設置しなきゃいけない構造の3階席になったのっていうのをもう素朴な疑問として今浮かんできてるんですけど、そもそも劇場を作るにはその劇場の中の器は法律の規制で容積率であるとか斜線であるとか全部決められてて、その中で1300席を確保しつつ要求水準の中でこのスタッフの部屋はこんだけ要求してください、それからバトンは30本つけてください、スピーカーは何をつけてくださいとかっていういろんな諸条件を言っていくと規制上の負担がかかってきてしまうっていうのがあったのかなと思ってます。ただそれもクリアできるっていうふうに、まあ、考えながらやってはいたんですけれども、そこの部分でのこうしわ寄せみたいなものは、まあ、設計上はあったのかなっていうふうに思ってます。ここの劇場ってただ単に劇場を作るっていうだけではなくて、池袋は駅からサンシャインまでの直線的なにぎわいしかないということで、ここでとにかく文化拠点を作ってホールを中核にしながらにぎわいある施設を作って街の回遊性を高めていくんだっていう狙いもあった。それからもう一つは新庁舎の作ってる建設費、当時136億円をここの土地で捻出しなきゃいけない、さまざまなそういった建築の規制やら何やらっていうそういった難しいその、まあ、課題をですね、ミッションをクリアしていく中でどうしても限界っていうところの、まあ、ところはまだ課題としては残ったのかなっていうふうな気はしています。まあ、だからこそ今もう一回改善しようよっていうようなこともあったのかなと。じゃあもう正直言ってその課題というものは、まあ、残ったというのはまあ認識していらっしゃる上でより進化していく劇場でというふうに、はいはい、やっぱね今の話を伺うと僕も今回2階席も座りましたし3階席も座ってみました。やっぱり見え方違うんですよね。2階席で見たい3階席で見たいってピンポイントで座席を選んで変えるっていうのがやっぱり当たり前になってほしいなっていうのは本当に強く思いました。次です。足音が響くんじゃないかブリリアホールという、劇場内を歩くと足音が響きます、で途中入退場の際気になることが多いです、これは改修を行った、もしくはこの対策考えていらっしゃいますかということですか。
改修は基本的には行わない予定です、はい、カーペット引くとかでそういった足音の問題を解決できるんですけど、うん、やっぱりそうすると段差がちょっとできてしまってちょっと歩く際に危ないだとか、うん、安全性のところも担保したいので声掛けをするなりするので対応していこうと考えています。なるほど、そういうふうに、まあ、豊島区さんは受け止めてらっしゃると。一つそれも SNS のご意見の中であったのが、どうしてもオケピの上は板になってますよね、はい、でじゃあオケピのところオケピ下げたり上げたりしますから、うん、そこに絨毯引こうかカーペット引こうかっていう話はあったんですが、でもそうした時に段差できちゃうよね、どうしてもこれ上げ下げしますから。それから前舞台で使うとカーペットじゃあ剥がすのかっていう話にもなってしまう、うん、ですのでそこについてはやっぱりいじらないでレセプの方に遅れ客の方に対してここ足音響きますんで注意してくださいねっていうソフト的な対策をしていこうと。さあそして次です。ロビーが狭い、もう物販の列トイレの列などで休憩中混雑することが多くて入退場の際の混雑動線確保の観点からも狭いと感じました。で終演後に物販ができないっていうのもこのロビーの狭さに関連するんでしょうか。そもそものこの劇場の面積っていうのもあると思うんですよね、はい、その中で、いかに収益性を担保するために席数を増やす、まあ、そういったところもあり、一方では動線のところで、エレベーターやこうまあ、そのバリアフリーの観点で動線を確保しなきゃいけないっていう、そういろいろこう条件がある中でできる限り、まあ、その動線とかも、ロビーとかも広くはしたいんですけど、うん、まあ、そういったところもいろいろこうなんか収益性とかそういったところも考えると、まあ、あれぐらいが限界なのかなっていう。もう収益性で2回出てきました。それが現実なんだみたいな。やっぱりその20世紀の劇場ってなんかもうロビーもちょっと豪華絢爛、もうそこ入ってパっていうイメージが、まあ、僕もある。でブリリアに限らず最近の劇場ロビー狭くないですかっていう意見もあったんですよ。ブリリアホールは複合施設の中にホールがあるっていう形なので、はい、劇場単体でその建物全体が劇場になってるとかとは違って、ある程度やっぱりこうその全体の大きさもある中でどうするかっていうところがあるので、なんかそこら辺は厳しいところがあると思いますね。そうですね、設計当初の時は、はい、赤い階段上がった時に大きい、まあ、共用部分なんですけれども、あそこの部分でそういった物販できないのかな、博多座さんとかもやってますし、うん、ただやっぱりそこだけだと収益が取れないよねっていうふうな現状もありました、うん、さあ次ですけども、客席足元が他の劇場に比べて狭いんじゃないか、荷物を置くのにちょっと困る、特に3階っていう話がありましてですね。でコインロッカーは1階のエントランスのところにあるけども、そこをどういうふうに活用していくかっていうのは、その借りてるその制作会社さんとかによるっていうことなんですけど、これどうなんですか、この広さに関しては検証とかどうなってたんですかっていう。広さについては、まあ、先ほどちらっとお話もしたんですけれども、遅れてきたお客様が、まあ、ストレスなく安全に通れる、はい、ギリギリのところというところで考えてますので、やはりその荷物持ってこられた方、雨の日の傘のちょっと置き方っていうのは、座席の下とかに置いてらっしゃる方もいらっしゃいますけれども、手前なって求まれてるのかなっていうのは我々も認識はしています。ただ器の中でその席を確保したい、もちろん採算性ということもありますけれども、 その中での、まあ、ギリギリの、まあ、できる選択の最善のところを、まあ、やってきたバランスを取って、まあ、何かもう 100% っていうのはできない、何かバランスを取りながらいろんな面で今ここに着地していると、はいはい、だ3階のまあ最高列とかも、まあ、正直僕座ってみました。ちょっと狭いなと思いました、うん、あれも前通る動線、うん、とりあえずこれはギリギリのラインだろうと豊島区さん的には受け止めていらっしゃる、うん、これはもう西川の個人的なあれなんですけど、荷物はもしかしたら3階席の人、もしかしたらちょっとでも減らせる人は減らし目に持ってきた方がいいかもしれません。でその今荷物中に入れてっていうことをおっしゃってましたけど、現状そのブリリアホールとしては傘袋というのを今貸し出していって、それで入れて置いてもらうという感じになっているということですよね。生地掛けのところとかにピッてついてたりとかして、そこに紐だけついてて、それにピッて刺せば立てられるんで、目線も邪魔にならないし。さあ次ですけども、座席指定チケットの種類分けられてない、僕もこれ黒猫チャンネルでずっと発信してます。見え方がこれまでここまで2階とか3階とかで違うのに、席種が S か A か2個しかないみたいな、料金一緒なの理解できません。劇場側から指導して映画館のように座席を指定できるようにしたりとか、で見切れ席
っていう販売を推奨する、席種分けるっていう対策できないんですかっていう質問ありました。これまあ僕から言いますと、チケットを販売している日本では劇場じゃなくて制作会社さんがチケットを発売しているっていうことが一つっていうのと、プロセニアムってこの舞台のね、この額縁ですよね、そこの大きさとかで、あと受け皮があるないで見切れのラインっていうのも、これもまあ大きく変わってくるっていうのは一応ありますよ、現実問題ありますよというのを補足した上で、その上で何かこうできる対策はないんですかっていう点をお伺いしたんですけども。すごく難しい問題ですよね、これ多分どの劇場さんもちょっと悩んでるところだと思うんですよね。豊島区のそのブリリアホールについては、まあホームページでこう席によってこうどういう見え方がするかっていうのは閲覧できるようになっていて、あ、それはちょっと知りたい方多いんじゃないですか。例えば S 席がこういうふうに範囲があって、はい、この横だと S 席だけどどういうふうな見え方なんだろうっていうのを、これポチッと押すと写真が見えるみたいなですかね、事前にどういう見え方になるのかっていうのが確認できるようになってるんです。あ、それは助かる、はい、なので、まあ、ちょっと根本的な解決になってるか分かんないんですけど、うん、まあ、ちょっと劇場ができる限り、こちら側ができる限りの対策はちょっとしている、うん、我々とすれば劇場側がやれる限界のところまではもちろん情報提供していきたいとは思ってますけども、おっしゃっていただいている通り、そこではやっぱりその主催者の側のまたあの考え方なりということもまた一つ出てくるといいなっていうふうに思います。そうですね、業界的にそこは解消していってほしいなって、本当ブリリアホールさんだけにこれは限った問題ではないんですけども、もうずっと言ってる通り、この席種分けの必要は僕はあると思いますし、割れせんべいってあるじゃないですか、制作過程で割れちゃった、でも安く、むしろ味染み込んでますよくみたいな、むしろそっち買いたいみたいな、見切れって言われたら、むしろ見切れててもいいから私は近くで表情を見たいんだって人からしたら、むしろポジティブなんですよ。でも何も言われないで見切れ来たら、僕だってこのせんべい割れとるやないかっていう話になっちゃうんで、ここはねどうにか席種増やしてくれっていうのは本当に強く思っております。今回はねこのような企画なので、劇場側に質問意見を届けるっていう趣旨で質問募集しましたんで、ネガティブな意見これたくさん当然寄せれました。でその一方でニュートラルな声も含めて、そういう声もねあったんですよね。正直ネットで言われてるほどストレスは感じません、でこれがまあ一番多くて、これ個人的にはすごく、正直な感想だなというふうに思ったというか、まあ、手放しにこう褒めちぎってるっていうわけじゃなくて、まあ、例えば、まあ、僕もそういう劇場ありますけど、もう好きな俳優さんもしくは初めて見た演劇がブリリアホールだったと、でここはもう思い出の劇場で、その思い出の場所をすごくこう悪く言われてるの悲しいですみたいなコメントがあったりとか、チケット代の高騰、席ガチャっていうところに同情を示しながらも、こういうようなネガティブな意見が、まあ、時系列とかも様々な上でネット上に溢れてることで、作品に足を運ぶのはやめてしまう人がいる、で結果的にそうやって感激できなかった人で、劇場に行けなかった人っていうのがネガティブな意見を発信してしまうっていう現状がちょっと悲しいっていうふうに捉える人がいるっていう、こういう感想っていうのもあったんですね、まあ、正直どっちの意見も分かるというか、まあ、この状況悲しいと思う人の意見も分かるし、これだけネガティブな意見があるのに高いチケット代ギャンブル的に見に行けないよ、もう独白しかねえよっていうふうになっちゃう人も、これもまあ両方いるなというふうに、感じました。それではまあ終盤ですけども、ここから西川が個人的に聞いてみたい質問です。座高を調整するためのクッションというのはブリリアホールにありますでしょうか。はい、これは貸し出ししております。条件がありまして、原則140センチ、身長140センチ以下の方に限って貸し出しを行っております、うん、工業主さんの意向もあるので、はい、そこら辺は工業主さんがちょっと NG というのであれば貸し出しをすることがちょっとできないという。なるほど、そこも借りている制作会社さんとか作品との兼ね合いによって 100% ではないですが、座高調整用のクッションは条件はありますが、ブリリアホールさんでは設置しているということですね。で他には観客の方に求めるというのはまあ違うとは思うんですけども、まあ、僕が個人的に聞きたいというか、こういう対策があるとちょっとより快適に劇場空間過ごせますよっていう裏技じゃないですけど、っていうのはこれブリリアホールに限ったことじゃなくて、僕個人としてその劇場空間ってどうしてもこう窮屈に感じることって多いなと思うんですよ。だからちょっと裏技あったら知りたいなっていうのは思うんですけど、何かありますか。例えば劇場はまあ劇場であるんですけども、実は、隣が区民センターがあって、はい、ここには非常に女性のトイレでたくさんありますし、うん、
実は1階のトイレもあって1階は非常に空いてたりとか、ああそういったところはストレスは解消できるのかな。それは休憩中とかにチケット持ってれば行けるんですか？ですね、まあ、いけます。なるほど。じゃあちょっと劇場のトイレ混雑してるぞって思ったら、はい、近くの施設っていうところにも行けるっていう、はい、これはまあもしかしたら裏技かもしれないですね、はい、これ裏技と関係ないかもしれないですけど、これここに書いてないんですけど、ちょっと聞いてみたいな、ずっとこれも思ってることがありまして、劇場にこの飲食禁止ってよく書いてあるんですよ、うん、でもアナウンスとかで、まあ、僕もそうなんですけど、例えば喘息を持っている人、うん、あの乾燥してたら蓋付きのペットボトルだったら飲んでいいですっていう場内アナウンスが流れてたり、うん、これ客席水一口飲むために毎回出るのってめっちゃ窮屈だなって思うんですよ。ホール内で水飲むのってダメなんですか？この時期だとやっぱ熱中症とかそういったのも、あのこちらとしてはそういうのも配慮しなきゃいけないっていうところもあったり、かといってまあその禁止っていうところを解除するわけにもいかないんで、ちょっとそこら辺のせめぎ合いで中途半端な、ね、あのアナウンスになってしまってるんじゃないかなと思います。熱中症対策ですとか、その咳のあれでとかって、なんかいい塩梅あんじゃないのかなって、飲食禁止ってしちゃうのって、なんかブリリアホールの魅力ありますか？魅力は2つあると思っていて、はい、まずは国立劇場でありながら、まあ、良質なあの公演が見られる、鑑賞できるっていうことが一つ、でもう一つは池袋駅から結構すごい近場のところにアクセスがいいっていうところが、うん、入ってすぐあの赤い階段がドンってあって池袋の印象をまず変えるっていうことと、それからあと、まあ、我々こうスタッフ今回の改修を思ったんですけども、やっぱりその劇場に対して そのかけていく熱意であったりとか、うん、他の方々の意見をもらいながらどうやればいいかっていうことの、その一歩でも良くしていこうっていうところが、まあ、我々の中ではあったっていうのがあるのと、でそのきっかけとなったのはブロードウェイの劇場の中でも、その5年に1回程度毎回改修をするかどうかっていう会議を毎回その劇場関係者技術者が集まってやっているんだ、それで常にそれを進化していくんだ、そうでなきゃ劇場って良くならないんだっていうご意見をいただいた人がいて、常にそのブリリアホールも謙虚にそうあるべきだろうと、はい、で絶対そこは妥協しちゃいけないよねっていう、そういうマインドをしっかりみんなが共有できているっていうところは、そういう気持ちで臨んでいるということではあります。今たくさん改修工事についても説明していただきましたけど、その他今あのお話できなかったことで何か改修工事を行ったことはありますか？もしくは今後さらなる改修予定っていうのはあったりしますか？今後はあの舞台床のところの改修はしようと思っています。舞台面の床ってことですね、はいはい、ありがたいことにすごい令和5年度 95% 稼働率がありまして、はい、すごい床が傷むんですね。今年度については、そういった舞台床の改修をしようと考えています、うん、でその舞台面っていうことがメインにはなっていくけれども、まあ、先ほどおっしゃっていただいたように、その今後も、お客様の声っていうものを聞きながら進化していく劇場、うん、では最後にですね、今後のブリリアホールの展望であったりとか、視聴者の方へ最後にこうメッセージありましたらお願いいたします。はい、先ほどまあいろいろ話していく中でもあった、まあ、進化する劇場っていうのが一番目指していきたいなと思っております。はい、で、こう黒猫チャンネルにも取り上げてもらって、多分いろんな意見また今後来ると思うんです、はい、そういった マイナスな意見のプラスの意見もそうなんですけど、そういったのすべて、そういった声をすべて真摯に受け止めて、今後ちょっと発展させていきたいなというふうに思っています。はい、はい、ありがとうございます。実はその SNS を最初950件全部分析して、いやネガティブな意見多いなって、今回回収してご意見はいただいてるんですけども、あのぜひいいところも、うん、ご意見ツイ、X などで、たくさんいただければ、また我々の励みにもなりますので、ぜひそこはあの発信していただきたいなっていうふうに思ってます。今回本当にこういう機会いただいて本当に逆に感謝申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございました。本日は豊島区から末吉さんと大曽根さん来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。